さんのミニドラマ、 OL 菊ちゃんと村山社長のロマンチックモーニング第85話。社長失礼します。あ、今日はお大官様コスプレのままお風呂に入ってる。はっはっは、町娘お菊、寒くなったら風呂と相場が決まっておる。江戸時代から弓かおるさんも毎週入っていたというではないか。江戸時代には弓かおるさんはいなかったと思いますけど、時代劇にお風呂シーンはつきものですよね。うん、さすがお菊は物分かりが良い。褒美を取らそう。お大官様ありがとうございます。お菊、お大官様、お菊、お大官様、お菊、お大官様。ほれ、褒美じゃ。何ですかこれ。わしのサイン色紙じゃ。はあ、確かに悪大官って書いてますけど。どうだ、嬉しいか。苦しゅうない、苦しゅうないぞ。お大官様、ん、隠密同心を罠にかけるためのボタンはどれでしたっけ。はあ、絶叫くすぐりボタンの話をしておるのか。それだったら机の上にある。それを押したらもうくすぐったくってもだえにもだえて正義の心など忘れてしまう。えい、隠密同心め、思い知らせてくれるわ。だからよいな、今は触っちゃいかんぞ。えい。もっかーい。この悪大官め、思い知らせ。お主も悪いよのう。出し切りましたね。終わりやけんね、木曜日で。そうです、僕のワイド番組も。来週はもう2月ですもんね。ええ、本当だ。2月1日というではないか。バージョンアップするんですかね、お大官様。まだ何も考えておらん。考えておらん。寒いので皆も気をつけるがよかろう。そうだ、風呂に入るがよかろう。うん、弓かおるさんも入っておる。パシャーパシャーパシャー。明日も朝から朝から